なんであんなでかい家を。おお、なんかすげえ人いる。うわ、これ飛行機からミサイルとか撃ってたらな。ロケットランチャーか。ビーチタオル、はい、これがさな、これが TC、 これが TC なんですよ。これが重要だから触らせちゃいけないんですよ。なんで触らせちゃいけないのかと言いますと、こうやってどん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 勝手に建築されちゃうからなんですよね。ポン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 、こうやって建築されちゃう。あ、でこれ先ほど作ったこの寝袋なんですけど、これ寝袋どうやって作るかと言いますと、皆さんあの布の方を今から配ります。はい、布配ります。布、こちらであのビーチタオルというものを、生成することができます。ビーチタオルとかあの寝袋ですね。寝袋というものがあります。寝袋何個で作れるのか、あの30枚で作れます。この30枚の布で皆さん個人個人で寝袋を作って、次リスポーンしたい場所などに置いてください。で、いくらでも置けます。で、これ注意点なんですけど、みんな一回寝袋作ってみましょうか。寝袋作ってください。寝袋、はいはいはい、これ、はい、布渡します。布渡します。これ寝袋作ってみてください。皆さん、持ってない方々いますか。はい、で、あのこちらの寝袋、皆さん今こちら置いたと思います。近辺にあの置かないでください。置かないで寝袋を持った状態で周辺見てください。なんか黄色マークになってませんか。黄色マーク、黄色マークになってる方、ジャンプしてください。そうですよね、あの黄色マーク、これジャンプしてください。はいはいはい。で、この黄色マークになっているのはなぜなのか。このゲーム、自分の寝袋の近くに寝袋を置くことができません。置けることはできるんですけど、かぶります。グレポン持ってくるわ。いや、違いますよ、違いますよ。あの、あれですよ、スモークですよ、スモーク。当然爆発する方じゃないですよ、スモークの方ですよ。なんか銃とかあげるか。いらねえ銃。いや、さすがに楽器配ったら配信者だから学級崩壊する。そういうおもちゃは与えちゃいけない。おもちゃはやっぱ講座が終わった後に渡さないと、途中で渡すと絶対学級崩壊する。はい、見てください、この減り方の圧倒の差、圧倒的差ですよ。なので必ずこれはこちらの弱い方の壁、弱くなっちゃってる面の壁は絶対これは内側に向けましょう。これラスト専門用語で裏壁です。これやってるやつはもう終わりです。これ一番良くないやつですね。じゃあ一応ちょっとあの建築ぼっかしましょうか。はい、よいしょ。これなんで強化できないんだ、ここ。あ、殴ってるからだ。はい、殴らない。一回ちょっと殴らないでください。これ殴っちゃうとね、直せないんですよね。で、はい、じゃあこれで強化、このままペンと強化しちゃいます。はい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 、ここも強化していきますよ。で、あのこのゲームはあのマインクラフトと違って天井作らないといけないです。天井も作りましょう。天井はどうすればいいのか、このブループリントの状態で床を作る。で、床でこう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 と建築していきます。で、そして強化木で強化。そうで、これで大体、まあ、ここにドアとかを追加していくんですけど、まあ、このように拠点を作ることができます。木で強化できるの知らなかった。はい、じゃあみんな中入ってきて、中入ってきて。で、今ここ誰の所有物でもありません。
それは何ですか？みんな言ってください。これは今誰のものでもありません。何が必要ですか？言ってください。先ほど言いましたよね。何が必要ですか？一斉のせ。工具箱がない。工具箱。そう、工具箱がないんです。じゃあ工具箱を置きましょう。工具箱を置いたら工具箱を触っている人たちだけがこの建築物を操ることができます。皆さんこれ触っちゃってください。ここは皆さんの共有スペースにしちゃいましょう。はい、どんどん取ってください。はい、1人ワンスタック、1人1つまでですよ。1人1つまで取ってください。はいはいはい。皆さん取りました？取ってない方ジャンプしてください。まだ取ってない方、3名ですね。はい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 。はい、トン。はい、トン。そばらつさん、人に物を教えるのめちゃくちゃうまいな。学校の先生、向いてそう、マジで。取れてないっす。あ、配ります、配ります。態度悪い。はい、トン。はい、皆さん取れました？取れましたか？はい、取れましたね。皆さん、これで、金属を手に入れることによって、ビルドにコードロックっていうものが追加されませんでした？コードロック追加されてる方、ジャンプしてください。コードロック作れませんか？今、資材がある方。はい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 。皆さん、コードロック見えました？コードロック見えた方はジャンプしてください。カルビさん、見えました？先生、すいません。素材取れませんでした。はい、あ、渡します渡します。全然どうぞどうぞ渡します渡します。マコティみたいな。で、これでコードロック作ってください。ありがとうございます。取れました？はい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 。じゃあ、皆さん、ロックの解除方法を教えますね。今回、ましょう。で、4545、皆さん、こちら、パスワード、これ長押しすると、アンロックってありませんか？パスワードでアンロック。皆さんこれ入力してください。4545で入力してください。4545、なんで4545選んだ？そう、解除したらフルルルンってなるので、このフルルンってなったら、はい、じゃあここで注意点なんですけど、一度キーロックを解除した方ってまたパスワードを変える権利ができちゃうんですよね。で、その時このようにグリーンになっちゃう、間違えてすごい真面目にちゃんとやってた。今これ誰でも触れる状態になってるんですよ、このグリーンの状態は。じゃあこれ戻すにはどうするのか、ちゃんとやりすぎてて、とても邪魔できる雰囲気じゃな。必ずこの鍵マークのロックを押して、もう一度これ赤色にしてください。じゃあちょっとチーキー君、これできるかな、ロックにしてください。チーキー君、これできるかな。あ、すげえ、カフェできてる。